二カホ市は秋田県南西部に位置するし、秋田県で唯一のひらがな自治体である。町会山から見た二カホ市ニカホ市から見た町会山合併後の二千六年に市民からの応募をもとに四種類のシンボルが選定された。二カホは二カホの読みをひらがなにしたもの。二千三年五月二十三日、新市名を一任された六人の町長議長により協議が行われ。 4対2で新氏名を二カ星に決定し、法廷協議会が全会一致でこれを了承した。平成の大合併において2002年6月に法廷合併協議委員会を秋田県内で最も早く設立した。しかし、新氏の名称が二カ星となり、本庁舎の所在地が金保町役場と決まったことにより、北方町が反発。町民アンケートでも、 単独立庁が合併推進を上回り多数を占めたため、2003年10月に合併協の離脱を申し入れ、議会もこれに同意した。他の2長はこれに同意せず、合併協議会は枠組みを残したまま中断状態になった。そのため、三里長が同県における大合併の口火を切ることとなった。中断中の2004年3月、 新紙の名称と事務所の位置を再協議することについて、秋田県知事、寺田助史郎が山町長に対して提案したが、久方町長はアンケートで自立を選択した町民が多数を占めたことを理由に2点の再協議が行われるのみでは、法廷協議会に復帰しない意思を示した。その後、離脱申し入れ当時の久方町長が人気満了で退任し、それに伴う、 町長選挙で合併推進を掲げた元木坂田町職員の横山忠長が当選した。木坂田町は、新士の名称と事務所の位置の再協議を含む参考の申し入れを合併協議会に行い、それに対する合併協議会の了承を受けた上で、町民アンケートを行い、協議会復帰の意見が多数だったことを受けて、合併協議会に復帰した。再協議の結果、 自治体名を、二カ保市のままとし、本庁舎の所在地を、キ坂町役場とすることとなった。その後の協議を経て、2005年10月に合併、二カ保市が誕生した。初代市長には、旧キ坂町長だった横山が、元県職員の候補を退けて就任した。合併協議の遅れによって決まっていなかった、合併後の住所は、旧二カ保町。 金保町地域の住所から旧町名が省かれ、旧坂方町だけ住所に旧町名を残すことになった。このため、合併後の坂方地域で新たに郵便番号を不番した地域が存在する。工業、TDK の企業城下町として知られ、旧、二カ保町とその周辺には、TDK の工場、関連会社が集中する。公式野球部も保有している。 漁業北田漁港付近の空中写真。1976年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。秋田県漁業協同組合が、二カ星市で水揚げされるズワイガニの内高品質なオスを、秋田二カ保本ズワイに認定して、ブランド化を図っている。 郵便局近有機関高速道路、一般国道主要地報道一般県道岐阜方、元滝福流水、白瀬南極探検隊記念館、中島大レクリエーションの森、上がりこ大王。ありがとうございます。